はい、下に降りてきました。はい、降りてきました。降りてきたけど、もうみんな疲れて、疲れ切って、もう今一回みんな寝てます。てので、でも暗くなっちゃうから、あと5キロ山を、山を加えます。5キロの山みたいな、なんかもうすごい老けた気がするなるわ。なんにもないところをひたすらまっすぐ歩いてます。今日没まで何時か1時間ぐらいですかね。残り 300m に来て、ハビーは3人分のリュックを持ってくれています。30キロを持って軽快に歩いています。そして靴下を履いていないのは、私がさっき水に落ちて靴下を片足貸してもらってるからです。だけどハビーはいつでも元気です。30キロを持って口笛を吹いてキャンプ場まで向かってます。ついにキャンプサイトが見えてきた。やっと着いた、やっと着いた、やっと着いた。今日が終わった、今日が終わる、今日が終わる。座れる座れる。さあ、今キャンプ場に着きました。結構長かったね。長かった。あの山を行ってからだからみんな今、みんな、でももうみんな、マジ、老けてる。みんな老けたね。みんな老けた。で、今から、テントを組み立てて、ご飯を作って、やります。こんなところですごいよね、はい。でもベビーは今テントの中でズームして、袋の中に、うん、これの中に寝袋を入れる感じだった。じゃあもう絶対あったかいじゃん。すごい。私あったかい、私あったかい格好してる、うん、オッケー。じゃあ俺もう一回飯作ってるわ。あ、大丈夫だよ。This boy then what do you have?What do you want? Pad Thai? Chicken? Green and peanut butter. Yeah. We're gonna share the, this one. So we're gonna cook this too. This one. Huh? Yeah. Oh, the pasta aroma. Yeah. Cool. Okay. Let's cook this one too. Yeah, this one and maybe Pad Thai. Pad Thai? Spaghetti? I don't know. Pick two. But definitely that one. We're gonna make this for, because we have lunch tomorrow too. Yeah. This is the two for two. This is for two people.So 1, 2, 3, 4, 5, 6, I'm hungry. Yeah, 7, 8. Eight people, yeah? For eight? Yeah, we can eat it. Yeah. Get super hungry, everybody. Here, there's two chefs here. Two up, the creamy beef. Yes, chef. Just put in the water, the hot water, yeah? はい、今これで飯盒炊飯でお湯を沸かしてます。もうすぐだね、うん、はい、で沸いたらこれに入れて、うん、もうこれを開けて、パスタローマね、これも買おうと思ってたじゃん、俺がパスタとか。あ、そうだよ、うん、暗くなってきたから早く作ろうか、うん、さあ沸いたかな。まだじゃない。いや、もうすぐでしょ。あ、もうほらお湯沸いてる、ほら。これは、なんだっけ、クリーミービーフ、ヌードルウィズマッシュルームって書いてあるね。これクリームビーフ。で、こっちは、スパイシーグリルドチキンカレー。で、これが、パスタ。で、これが、パッドタイね。みんなに人気の。うん、パッドタイ。チキン。さあ、これ、6人分あるんで、あ、違う、8人分あるんだよね、うん。それを今から4人で食べ尽くして、辛いのも食べて、うん、暗闇でみんなで食べる
ご飯は美味しい。美味しい。マシそうよ。美味しいです。みんなで食べるご飯は美味しい。美味しいね。すごい状態になっておりますけども、あ、これ結構寝れるね。これあったかい。もっとこれ最後までピッ。さすがマイナスまでいけるグースの寝袋は違いますか。それとそれプラスこのこれでもう完全に熱を逃がさない状態にして、足元どうですか。え、めっちゃいい。足元に北海道入れてる。うん、俺も足元めっちゃあったかいんだけど、これめっちゃいい。うん、明日の筋肉痛痛いね。筋肉痛っていうかさ、なんかもうあれじゃない、もうなんか軽い怪我してるよ、ね、怪我だよね、うん、これね、もうなんか、うん、歩くことが困難。なんかの車椅子とか欲しい。明日はでも雨降るかもしれないから、早めに起きて早めにコーヒー飲んで、うん、でもう出発しようって。そうだったね。そうだから7時起き、うん、ゴミ袋やん。かわいい、かわいい、かわいい、ミノムシみたい。ミノムシハビコちゃん。おやすみなさーい。さっきちょっと寒かったけど、これはあったかい。これは最高。やばい、もう。やばい、これは。これは今回はあったかく寝れまーす。はい。ということで、皆さん、おやすみなさーい。おやすみーって。おやすみー。おはようございまーす。おはようございまーす。目やにがいっぱいついてるんで。やだ。なんかね、光がすごい変な感じ。かぶ、曇ってるから。ほんとだ。くじくなった？うん。ハンサム？うん。kind of。あ、kind of ハンサムが。おはようございます。はい。今日は今朝7時半です。うん、俺は暑くて、なんか起きて、ベビーが寒くて、ハンサム乗ったんだっけ。そう、うん。北海道をさ、こうやってやってたからさ、うん、ダニー北海道であのカイロでゲットボールして、やけどして、やけどしてさ。かわいそう。北海道直接つけて寝ないでください。そうです。ここで、あ、水を汲んでます。ね、これめっちゃ役に立ったね。これやばいよ。これいいね。これでだってさ、もうみんなでさ、何度も水汲んでるもんね。これはすごい。やっぱ、こういう水がない場所で。水を持っといてるからね。水を、そうそう。だってさ、そんな飲み水さ。6リットルもあるもん、7リットル。すぐ飲んじゃうからさ。運べないもんね。Not much I can say. We'll see if I have. No more beer. Yeah, no more beer. No more bottles. Today I have a nice chicken. で、その横で濡れた靴下をバーナーで乾かします。あ、フォーク持ってきちゃった。食べる？ん？俺はね、結構いらないね、コーヒーで。コーヒーで結構。うん。Now, and that much I can say. Now, if they don't love us, we don't need. 足が痛すぎて見てみたら足に巨大な豆ができてました。ので、そんな私の足をこんなドアップで映したくないね。でも、ちゃんとこうやって豆のところに。ありがとう。はい。こういう感じになりました。やったぜ！やったぜ！これでうまくいけるぞ！こっちの足は反対の足は反対の足もそうかな。こっちは大丈夫そうだよ。OK。じゃあ、痛くなったらつけよう。そうしよう。うん、ありがとう。はい。で、これ筋肉痛にも効くらしいので、カッコン糖を飲みます。あとはペインキラーも飲みます。ペインキラーとカッコン糖と、
靴下を履いて、昨日は11時間歩きましたが、今日はおそらくどんぐらいだろうね、うん、6時間ぐらいじゃない。昨日のでもあの疲れ切った時からのあの山はもう死んでた ね、 ね、みんなにちょっと見せたいものがあるんだけど、こういうカナダのハイキングで超山奥のとこだと、クマがね、食べ物を食べたりとか危ないんで、こういうさ、クマがさ、このご飯を食べれないようにハングするところがあるんだよね。いや、で、それがこっちに行くと、そう、こうやって、食べ物のご飯をね、吊るしてるわけ。あの人も上に、こうやって、そうそう。これゴミ箱？ゴミ箱じゃない？ゴミ箱じゃない。これだとこう手をこうやって入れないと開けれないんだよね。そうそうそう。何ですかって言ったら、歯磨き粉とかでもそういうのでも全部クマ来ちゃうんだよね。すんごい嗅覚すごいから。一回こうやって上げてみたかったね。そう。でここは上げるとこね。昨日夜だったから上げるの見れなかったけど、そう。な感じで、ここだったらベアが取れません。で、その横でストレッチをやってる人がいます。はい。これが、クマと自然と共に生きる焼き方ですね。はい。じゃあ行きましょうか。セブンティー系。さあ。あれ？あれ？はい。行きましょう。行きましょう。行きましょう。ハビーの荷物、やけに大きい。まだ雨は降ってないけど、どうかな。雲はすごい。降る前に帰ろうと思います。休憩してます。ちょっとここは風が強くて寒いね。One with the nature。結構寒いよね。5、6度じゃない？そんな寒くない？体感はそのぐらいです。だってこんなに動いてんのにさ、結構寒いってことはさ、山って天気すごいね。やっぱ行き道で、ベイビーさん落ちた頃来ました。どうやって行きましょうか。2本で行った方が安全だから、2本使って行って、2本使って行って、俺使うからそれまた私に戻しに来て、俺ここで待ってるから。グーグー、はい、落ちないようにね。本当に落ちないようにね。はい、やってくださいよ。落ちないでくださいよ。あそこ行ったら、ここ、うん。ここから、いや、そこじゃないの、もう一歩やっぽ。向こう側、向こう側、うん。そう。そう。行って、そこ行って、そこちょっと流れてるけど、そこに足一回入れて、またハードなとこ行ったね。うん。そう。で、そこ渡ればいいんだ。俺はこっちから
イエーイ。もうちょっと歩いたんじゃない？今7キロぐらい歩いたと思います。今、ガルバルディレイクに向かってます。はい、ちょっと待って。 Gone。 全然来ないんだけど。ここにこれね、ブルーベリー、うん、ワイルドブルーベリーがあって、すんごいあるんだよ、ブルーベリーが、ね、ほら、これすごいね。うまい。あの、おいしい？時々、うん、渋いのもあるけど、うん、おしっこってこと？誰かこれシャーっとしっこしたんで、それで渋いのかな。そうじゃない？あ、でも美味しいよ。I still remember your number。Can say those digits by heart. With that first drink of the summer. ああ、ガルバルディレイクの横をこう歩いてるね。結構すごいとこ行くよね。これ水が多くなっちゃったらどうやってみんな行くんだろうね。行ける？ベビちゃんいける？すごい、こんなところを。ガルバルディレイクです。あの白いのがグレーシアでね、氷河の万年溶けないやつね。ランチブレイク、スパゲッティ。こうやって、ここにもコカベージとかね、食べ物をみんなこうやって上に吊るしてます。こういうところはね、だいたいそうクマが来ちゃうから、ここら辺は特にクマがすごいから、こうやって食べ物を乗せます。She said it's dirty though. Ready? Okay. I can kind of put it on. I'll go with you. With that on. さあ、じゃああと10キロ、10キロ帰りましょうか、ね、めちゃくちゃ寒い、マジで。これは鼻赤くなってるよ。ダウンとこれ着てても寒いもんね。風通さないやつ着てるの寒い。俺もさっきまでも寒かったから、今ハビさんこんな感じです。寒いハビさん。うちら今から帰るんだけど、このガルバリーレイクのあそこの頂上まで僕たちは昨日行ったんだよね。うん、あれが大変だったね。昨日は上から、今日は下から、そして今から10キロで帰ります。10キロの山道を下っていきます。頑張りましょう。いい判断で帰るといいですね。はい、すごい道だね。でも平坦だからさ、全然平気やん、意外と。おーおー、大丈夫？おーおー、大丈夫？もう千鳥足ですね、千鳥足。はい、次何の歌ですか？ハートマーク。福山雅治です。あ、そうなの。サバ、私の足はもう力が入らなくて、
ハビーが全部持ってくれてます。20キロぐらい。ありがとうね。 I love you。 I love you、 ハビーです。あと 2.5 キロ、長い。頑張るよ。なんかずっと足痛いなと思ったの、マジで、うん、ずっと。ほらどれ、これこれどうしたら取れる。え、釘、うん、釘が刺さってたの。いやだ、どうやったら取れる。ほらほら、いやだ、足痛えと思ってたんだよずっと、釘刺さってたよここ。もうちょっとだから、あと 500m ぐらい。頑張ろう頑張ろう。はい、ゴールです。ゴールに来ます。お疲れ様ベビー。くじけそうになった時もあったけど、できた。頑張ったね。何しよう。何を？あ、何とバクバクある。すまん。よし。Oh my gosh。Yeah。Yeah。やみめで。ストッパー。ね。ストッパー。今ちょうどよく車を持ってきたら雨降り始めて、めちゃめちゃ恵まれてるよね。え、雨が降り始めた。ぴったりです。よかった。It's a song, it's a melody